こちらでどうできませんかというふうに来られました。じゃあ始めましょうか。はい、親が来て親が来てたらね、あ、こっちはどちらでしょう。知らない人いるわ。がですね、鹿児島のイオンで特産品の展示会を、即売会をしておられる時にですね、ここの大将の辻さんが見えました。で、南薩摩だっておっしゃるから、いや私は笠佐指水よく、まあ、2回しかいたおらんたとか、笠佐指水でいろんなご紹介します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、どうぞ。こんにちは、どうぞ。こんにちは、ここの愛称の辻さんです。ご紹介します。先ほど申しましたように、おそらくこうぐらい出せばお前損すんだという言葉が聞こえるかもしれませんけど、ちょっと挨拶していただきます。はい、皆さん遠いところありがとうございます。この前ですね、イオンショッピングセンターの方でちょっと大坪徹さんという人がお茶の販売をしてまして、そこに挨拶に行ったらちょうどおいでなってまして、で、南薩摩にこうして魚食べに行きたいとこういうもんですから、まあこう若い連中も一緒に飯を食わないといけない、そのためには何か稼ぐ仕事をねしないといけないっていうのを思ったから、まあとってもいい、だからちょうどいい授業だったんですね。そうですよね、うん、農村の中でそのお金を稼ぐっていうのは、はい、その農産物を売って収入を得るっていう、それしか限られていますよ、はい、収入、はい、でもそれにプラスアルファ収入が、ね、はいはい、そして喜ばれるで、うちも農家だから分かるんですよ。でちょっと歌ってみたいと思いますので、皆さん方もお前がそっち歌わないと。まず、ご存知ですか、工場の工場。あ、そうですか、はい、あ、そしたらいい機会で、ご無料をいただきます。2分幕や、今浜長角で教授に行ってる、うん、で、なおが車線に行くから。いや、車線がでも話題ですけど、まず、そしたらですね、お囃子の方からちょっと練習しましょうかね。練習。皆さんはもうこの会長の方はご存知ですけど、下さんはちょっと迷っていらっしゃるので、地元の方々からなので、あよいさー、よいさー、あよいさー、よいさー、あよいさー、よいさー、あよいさー、あよいさー、あじゃあ本番の行きます。踊れの方ですか。え、踊れの方ですか。本日はお子さんさんめっちゃ狭いですけど、よいさ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 、さての見事な八番馬よ、あよいさ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 あ、はじきしげとにこゆればよしの、よしのこゆればかごろし、花は千本寄せては見たが、おはんを
いるような花束が。はい、よいさー、よいさー。桜島から嫁の方もどうだ。岩やみかんは耐えてやせ。はい、よいさー、よいさー。一口お茶で茶茶の犬おごもりはよいさーよいさーはよいさーちょっとおめやすくてあげたにせよおんよかにせよおさはなんかけたらおさはなんかけたらよいさーよいさー出たかな。あゆずる地の掴んでなさいな。私は掴んでなさけもにせ。よいさよいさ。いつも仕事が入ってですね、いけないテレビでしか見れなくてですね、もう今の歌を聴いて、もう本当嬉しかったですね。思い出してありがとうございます。もうこの佐賀を初間さんが盛り上げようやったんで。もうデュエットなんかすると最高だよ。これがいいの。また多分で。